言語聴覚士国家試験合格を目指す皆さんを応援するデレットチャンネル、本日は失語症より失語症語彙検査の解説と検査項目の語呂合わせを紹介していきたいと思います。今回の問題はこちら、第19回の午前59番誤っている組み合わせはどれか。1オーラルディアドコキネシス高音運動、2 RCPM 知的機能、3 TLPA 構文能力、4トークンテスト聴覚的理解力、5キャドルコミュニケーション能力。さあ本日は高次脳系から失語症の検査についてです。その中でも国家試験によく出るこの失語症語彙検査見ていきましょう。はい、失語症語彙検査、これは TLPA とも言われます。このように検査の名前、略した言い方であったり英語で書かれることがあったりするので、この日本語と英語どちらもしっかりと覚えておきましょう。失語症語彙検査は TLPA です。で、この TLPA 国家試験によく出るって言ったんですけど、どれぐらいよく出るかっていうと、第16回の国家試験では午前と午後1問ずつこの TLPA にまつわる問題が出題されています。で、どういう問題が多く出るかというと、この失語症語彙検査を構成する検査項目について、それをしっかり覚えておかなきゃいけません。で、この失語症語彙検査 TLPA は認知神経心理学的モデルを元にして作られた検査です。これもしっかりと覚えておきましょう。そして TLPA を構成する4つの検査、1つずつ見ていきます。まず語彙判断検査、これはこれからお聞かせする言葉、聞いたことがあればはい、なければいいえと答えてくださいっていうふうに表示して、例えばお辞儀で検査者が言います。そうすると被験者は聞いたことがあるならはい、なければいいえと答えます。お辞儀の場合、実際にある日本語なのではいが正解ですね。で、お疑似って言ったら、これは日本語にはない言葉ですよね。なのでいいえと答えます。そうやって実在する語彙かどうかを判断してもらう検査です。次に名詞動詞検査、これはイラストを見せてファンはどれですかっていう音声刺激、またはファンと書かれた文字刺激を提示します。で、それに該当するイラストを指差ししてもらう、これが名詞の理解検査です。で、名詞表出検査は、例えばファンの絵を見せてこれは何ですかと聞いて呼称してもらう、または文字で書いてもらうというように、理解と表出どちらも見ることができます。そして動詞検査も同じように行います。これは何をしているところですかとイラストを見せて被験者に尋ねます。で、それを答えてもらうというような検査になります。そして類義語判断検査、これはこれから2つの言葉をお聞かせします。2つが同じような意味かそうでないかを教えてくださいっていう感じで表示します。で、例えば本屋、書店と2つの語を言って、本屋と書店って同じような意味ですよね。なので同じと答えてもらう。で、例えば手帳、布団と言った時、手帳と布団は全く違う意味ですね。なので違うと答えてもらう。それがどれだけ正しく答えられるかという検査です。そして最後に意味カテゴリー別名詞検査、これもイラストを見せてこれは何ですかと尋ねます、または何色ですかと尋ねる設問もあります。で、これは評価用紙に動物や果物や乗り物などカテゴリーが書かれてます。で、そのカテゴリーによって得られる表出に差があるかどうかっていうのを見ることができます。はい、このように4つの検査からこの TLPA という検査は成り立っています。で、国家試験で問われる問題で、この4つの検査を覚えていれば選択肢を除外できるっていう過去問がこれまでに多く出題されています。なのでこの4つ語呂合わせで覚えちゃいましょう。ご飯、類飯、メイドカフェ。はい、まあこの類飯っていうのはあまり意味は考えないでください。韻を踏んでご飯、類飯、メイドカフェって言ってます。まずご飯、これが語彙判断検査でご飯です。で、類飯、類義語判断検査、そしてメイド、名詞動詞検査です。
最後にカフェ、これは意味カテゴリー別名詞検査、めちゃくちゃギュッと詰まってますね。このカテゴリーのカテの部分をカフェと言ってます。なのでご飯、類飯、メイド、カテって覚えた方が分かりやすいかもしれません。はい、この語呂合わせで TLPA4 つの検査の名前は覚えることができます。最初の問題見てみましょう。誤っている組み合わせはどれか。今回紹介した3番 TLPA、 これを見ていきます。まず何よりもこの TLPA っていうのが失語症語彙検査っていう検査を表しているということをしっかりと覚えておきましょう。で、この TLPA 検査項目はご飯、類飯、メイド、カフェ、語彙判断検査、類義語判断検査、名詞動詞検査、意味カテゴリー別名詞検査、この4つです。この中に構文の検査は入っていませんね。っていうかこの問題のこの組み合わせの場合はなんですけど、 TLPA が失語症語彙検査っていうところを覚えていれば語彙を見る検査なので構文はちょっと違うかなと思いますよね。はい、その通り、構文を見ることはできません。なのでこの問題の答えは3番の TLPA 構文能力の組み合わせです。で、他のも軽く見ておきます。1番のオーラルディアドコキネシス、高音運動、ディアドコキネシスっていうのは交互反復運動ですね。パパ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 ッとか言って決まった時間の中で何回パッて言えたか、それを見る検査、これはまさしく高音運動、 AMSD の中に入ってますね。次に2番の RCPM、 知的機能の組み合わせ。 RCPM っていうのは例文色彩マトリックス検査です。これはコース立方体組み合わせテストと並んで非言語的に知的機能を見ることができる代表的な検査ですね。そして4番のトークンテスト、聴覚的理解力、この組み合わせ。トークンテストも失語症の検査ですね。で、もう一緒に覚えておきましょう。トークンテストは聴覚的理解力を見ることができる検査です。聴理解に関しての掘り下げ検査になります。で、このトークンテストは軽度の聴理解力障害を検出することができます。そして最後、キャドル、コミュニケーション能力。はい、キャドルはコミュニケーション ADL です。で、日本語で言うと実用コミュニケーション能力検査、 ADL、 日常生活場面におけるコミュニケーション能力、それを見ることができます。日常生活場面ってどんなのがあるかっていうと、例えば駅で切符を買う、あと出前を注文する、新聞を読む、そういった場面を再現してコミュニケーション能力を測ります。はい、ということで今回は TLPA 失語症語彙検査の4つの検査、このご飯、類飯、メイド、カフェっていう語呂合わせ覚えやすいなと思う方はぜひ参考にしてください。解説リクエストがありましたらコメント欄または Twitter からメールを送ってもらっても大丈夫です。それでは本日も最後までありがとうございました。